2021年7月、Nintendo Switch にて間もなく配信予定のポケモンユナイト。ベータテストを通して勝つためにはどうすればいいか分かったことをまとめました。ポケモンユナイトはラスト2分間はラストスパート状態になります。ラストスパート状態になると、ゴールした時の得点が2倍になるルールがあります。そのため、この2分間でいかに得点し、ゴールを守れるかで勝敗が分かれます。なので、得点を取ったらマップを確認し、自陣に人が少なければスタート地点に戻るようにします。ベータテストの段階では100点以上の得点を取れているプレイヤーが少なかったので、いかにラストスパートで得点を決めれるかが勝敗の鍵となります。特にこのUUは攻めてくる敵に対して非常に高い迎撃能力を持ったユナイト技を持っています。1対多数の場合でもこのように対応することができます。ただし、技を発動するタイミングをミスったり、攻撃力の高いポケモンが多いとやられてしまうので注意が必要。できるだけ技の範囲内でなるべく敵から離れて、自分のゴール内で体力を回復しながら発動するのがベストになります。以上をまとめると、ラスト2分で自チームがリードしていれば、無理に攻めず自分のゴールを守り、リードされていれば味方と一緒に行動しゴールを奪う。UUは迎撃能力が高いユナイト技を持っているので、チームに1体は加入させておくと守りを固められるということが分かりました。スイッチ版は7月、スマホ版は9月にリリース、配信に期待したいと思います。